というわけで、トリデトスドフェランテデベトフェラチェンパイです。今回はグランドツーレジェンド回転トッツでやってまいりました。回転トッツでね、ここの台が7が揃いやすいっていうのと、まあゾーンも入ってるっていうので美味しいんじゃねえかなっていうのでね、こちらの台でやっていきたいなと思っております。それでは本日も回転トッツで気持ちよくなっちゃうよ。こないだの時はサテライト全然ダメだったんで、行ってくれるといいんですけどね。ねえ、さあやってみましょう。ボールチャンスのお時間でーす。ファイヤー行けば2000ぐらいか、今のところレベル8ですもんね。じゃあ昇格とかしちゃってもいいんですよ。キャンセルと面白いね。ここでグリとグラッと来ちゃって OK センキュー。あーで早とちり早とちり大丈夫。バリッ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 バリゾーゴン。それやつさ、ジャックパチョンツンだ。今回は1725枚と2129枚、シルバーが結構溜まっていらっしゃるかなって感じですね。これはまずシルバーなくて、あーゴールドありよりのあり、あー伸びたかった。もう一伸びしてくれれば今ゴールドワンチャンあったかなって感じは。あ、これはやばい、うぃー、ちょっと。さあ、ボールチャンスがまあ来てくれてるんですけど、ちょっと心配なのがさ、ボール1球内部じゃないよねっていうところちょっと怖くて、まだチャンスルート行っちゃったからさ、判断ができなくて、あ、ちょっとこれはダメなんじゃな、あんまねえな。よかった、ボール2個内部でございましたわ。一安心。たださっきからスペシャルサテライトチャンス狙いに来てる。もうちょっと我慢、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと我慢してからの、すごいねそれ。さあ今回お土産手に入れられるのか、790入れるのか、それともイエーイで何が現れるのか。さあ果たしていかがで、こい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 、お土産調子いいとこ見せて。サテライト強いよ。いい子、いい子だから。ああ、よし。卵出るタイミング。
これは絶望かな。あ、いいよ、これゴールドが、ゴールドが、帰るの忘れた。まあ、正直これにしてるのは周りの背景が映しづらいという理由があるんですけど、
ザ・ジャックボット・ジュースの後に調子よくもう一回ぶち込んじゃうのかい、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 お、いいんじゃない、いい流れ、好き、めっちゃ綺麗。ジャックボット・ジュースシルバーはないですね。ゴールドもないかな。ウィーッ、とりあえずお掃除するからこの1球落としてもう1回ボールチャンスやって終わりにするかなって感じっす。いつもこの後やって泣かされちゃうんで、ちょっとメダルにね余裕が欲しいんで、いけー、入れー。さ、今日サテライトの調子いいですね。どうしたの。また行っちゃう。これもう一周耐えることが、あ、これ辛いかな、辛いかな、辛いかなと見せかけて、惜しいね。とりあえずこれ最後のボールチャンスかな。またチャンスルートとか入ったら話変わりますけど、そうじゃない限りはこれラストにしますわ。ラストということなんで、スペシャルサテライトチャレンジ行ってもいいですよ。ありがとう。テレッテレッテッテー、あー、もう行っちゃうんじゃねえかなこれ。というか多分ね、どこ入ってもね、ジャックポットチャンス入れられる自信があるわ。今日めちゃくちゃ強い。余裕です。はい、スペシャルサテライトチャレンジ。今日はね、3つありゃいける気がする。いつもだったらわー、いこかーってなってるんですけど、いや違うもん、今日流れが。そろそろ終わりたいなーっつったらサテライト渡し、あ、お疲れ。というわけで今回は1000枚からスタートしたんで1400枚増えました。今回は回転トスでかなり気持ちよくなることができたんで満足して終わりたいと思います。それではフリーディジオ、お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ。